こんにちは。いつも動画を見ていただきありがとうございます。投資家のタクです。今日はね、ちょっとね、僕のね、個人的な話をしようかなと思います。今までね、そういう話ちょっとしたことなかったんで、ちょっとねドキドキなんですけど、ちょっとだけしようかなと思います。よろしくお願いします。まず最初にチャンネル登録といいねよろしくお願いします。はい。ではね、僕の個人的な話をちょっとしていきます。このタイトルにあるように、2LDK から 1DK って書いてますよね。これ何かわかります？まあこれ見ただけでわかると思うんですけど、まあね、 2LDK からね 1DK にね、こう引っ越してきたっていうことです。これ多分タイトル見ただけで、え？みたいな、みんな驚きだと思うんですよ。多分100人いたら90人は驚きだと思います。まあね、僕のね、まあちょっと年齢は言わないんですけど、まあ、比較的若いですね。で、まあ僕の動画見てくれてる人は、若い人があんまりいないんでね、ほとんどの人がね、僕よりまあ年上になります。で、僕はね、一応まあ一人暮らしをしています。で、まああとはなんだろうな、まあ元、大学院はね、都内のね、大学院出てて、都内に住んでました。で、その後ね、ちょっとね、あの近くのね、県に移動して、それでまたね、転勤で移動しました。で、僕ね、この5年ぐらいで、3回ぐらい引っ越ししてるんで、ちょっとね、引っ越しが多いなと思いました。で、だから今回ね、もうね、この 1DK になるんですけど、に住んでます。やっぱりね、こうなんか引っ越しとかね、多い人いるかもしれないんですけど、こう引っ越しとか多くなるとね、なんかなんだろう、なんかこういいとこにね、住もうとかね、こう思う気にならないじゃないですか。だからね、まあ、こういうとこに住んでます。で、結構ね、なんだろう、僕の動画どういうあの職業の人が見てくれてるかちょっとわかんないんですけど、引っ越し多い人とかたまにいるじゃないですか。なんかトラックの運転手とかね、あとなんか工場とか、働いてる人とか、まあ、そういう人だったらちょっと分かってくれるんじゃないかなっていうふうに、まあ、僕は思ってます。で、まあ僕は全然職種は違うんですが、やっぱりね、転勤が増えるとね、もうなんか住むとことか何でもいいやとかね、こう思っちゃうんですよね。で、まあ共感してくれる人はね、ぜひいいねしてください。最近ね、ちょっといいねがね、なんか微妙になってきたんで、よろしくお願いします。でね、何話そうと思ったっけ、忘れちゃった。あ、そうそう、それでね、まあ、引っ越しをね、5年で3回ぐらいしたんですけど、今のね、前に住んでたところがこの 2LDK になります。で、この 2LDK から 1DK とか、これありえんのとか思うんじゃないですか。ありえます。荷物とかね、超いっぱい持ってきてね、超狭いですね。まあ、2LDK に住んでても、空室みたいな感じで、結構ね、好きすぎだったんですよ。で、いらないとこに、なんだ、空間広いから、空いてるとことかね、いらないもんとか適当に買いまくってたんですよ。なんかあるじゃないですか、こう、机とかね、あと、なんかこう、なんか脚立のついたなんかあるじゃないですか、変なやつとかね、なんか、買いまくってたんですけど、今思えばね、はっきり言っていらなかったなとか思っちゃいます。で、まあね、皆さんもそういう経験あると思うんですけど、まあね、結構ね、こう無駄にね、買っちゃうとね、本当にそういうことになってしまうんで、皆さんも気をつけてください。で、まあ、2LDK ってどういう感じかというとね、本当一人だったら超広いんですよ。本当に、もうキッチン周辺だけと、1個部屋あったらもう生活できますからね、十分1人で。もうキッチン周辺だけでも生活できるんじゃないかなっていう感じなんですよ。ぶっちゃけ言うと。キッチン周辺だけでも全然生活できるぐらいのあれ広さだったんですよ。それに部屋がね、ついてるっていう。で、まあ、それに比べると今ね、狭いですね。ただまあ、天気のことを考えるとね、全然もう、そんなことなんか、こだわりはないなっていうふうに、まあ、個人的にはまあ思っちゃいます。で、まあね、なんだろう、2LDK に住んでた時って、電気代がすごい高かったんですよ。もうね、今のね、
どれぐらいするだろう。今の2倍か3倍ぐらいしたと思うんですけど、今の2倍ぐらいしましたね。なんかね、電気代がね、2倍ぐらいするんですよ、本当に。2L になると。まあ、そのなんだろう、アンペアとかも、あれかな、ちょっと僕知らないんですけど、アンペアとかもなんかそこの、そのなんだろう、なんか違うやつ、ちょっと高めのアンペアとかになっちゃうんかな。で、なんかプランとかもなんか全然違ってくるんだと思います。まあ、詳しい人いたらなんかメッセージください。なんだろう、その本当に電気代とかもね、高くてね、まあ、変わらないのは本当に水道代ぐらいかな。まあ、ガス代もね、結構高いですね。ガスもね、なんだろう、都市ガス、なんだろう、普通の東京ガスとかじゃなくて、なんかあるじゃないですか、会社の、どっかのわからないなんか会社のガス。ああいうのね、本当に高いんですよ。たまにあって、東京ガスとかね、東京電力とかだったらそこまで高くないんですけど、そのなんだろう、まあ、基準がまあ普通ぐらいの基準じゃないですか。で、ガスは民営化してるから、プロパンとか何でもあるじゃないですか。だからなんか分かんないそういうところのガスはすっごい高いですね。あれだったらまあ東京ガスの方がいいのにってまあ思っちゃいます。まあそういうことで、まあ、全然ね、生活が変わってると、まあ、個人的に思います。で、今までね、トレードとかもね、画面をいくつか使ってたんですけど、もう最近めんどくさくなっちゃって、一つの画面でね、ほいほい、チャンネルを変えながら、チャンネルっていうか、その、なんだろう、画面を変えながら、一つの画面でね、もうなんかやってます。最近ちょっとね、そういう感じで、ちょっとやる気がなくなってきちゃいました。皆さんがね、ちょっと低評価するんでね、ちょっとやる気も、低くなって、ちょっとテンション低い感じです。で、まあ、なんだろう、まあ、一応トレードやってるんですけど、そこまでね、今までみたいにそのがっつりね、分析したりとか、チャート見たりとかはまあしないですね。前はね、結構分析すぎで、あるじゃないですか、データ取れるじゃないですか、Excel とかで。あれ取って、ちょっといろいろやってたんですよ。で、まあ、ちょっと僕の動画最後まで見てくれてる人に、まあ、ためになることちょっと言おうと思うんですけど、まあね、Excel とかの解析とかをちょっとやって、ドル円ってね、これいくらまで上がるのかなっていう風に考えました。で、まあ僕昔の動画でもちょっと言ったんですけど、まあ再生数が少ない時ですね、言ったんですけど、ドル円ってね、120円超える確率ってこれ数パーセントしかないんだよっていうことを言ったんですよ。その125円を超える確率ってこれまあ数パーセントなんだけど、本当に少ないですよ。だから結局125円超えるとかね、まずない。いや、確率で数パーセントって当たるか当たらないかってこう微妙なところはあるんですけど、なんだろう、頑張っても、まあ、120円から125円の間超えてもね、125円超えるって本当にもうね、少ない確率になっちゃうんで、まあ、ないだろうって僕は思ってました。で、僕はね、まあ、120円も超えるのもまあ10% 以下なんで、1桁のパーセントなんで、120円超えないってね、ずっと思ってたんで、もう114円ぐらいから売りを入れてました。で、冬もあったし、年越しで売られちゃうかなと思ったもあったんで、売りでね、マイナスアップ払いながらね、耐えてました。で、まあそういう分析ってね、結局、まあ、Excel でできるんですよ。で、まあ、Excel 以外にも、ツールってあるんですけど、分析のツールね、あるんですけど、まあ、それ使わなくても、Excel で全然簡単にできちゃうんで、まあ、皆さんもぜひ使ってみてはどうですかね。はい。ということで、今日はね、ちょっともう少しで10分経っちゃうんで、これで終わりたいと思います。最後まで見ていただいた方、ありがとうございました。最後にチャンネル登録といいねとよろしくお願いします。まあ、これからもね、なんかね、Excel 解析の話とかね、できたらいいなと思うんですが、まあ、低評価多くなると、まあ、やらないことになります。はい。バイオ企業もね、話もやりたいんですけど、まあね、低評価多かったらもうやらんとくかなと。やっぱ投資家がね、聞きたい話じゃないとね、ダメかなと思って、まあ、基本的に、しない方向でいこうかなとか、まあ、思っちゃうんですけど、まあ、これからどうなるかですね。ありがとうございました。